さあ、さっきの俺、また話しかけに来てくれって言ってたもんね。1の5、ここかな？いや、サイドミッション恐るべき子供たちを進行するとクリアするまで出られません。ミッション進行、はい。何が起こったのか教えてくれる？僕たちは学校で噂になっていたおまじないを行おうとしたんだ。おまじないはただ願いを叶えてくれるんだと思っていた。本当はそんなものじゃなくて、花子さんを呼び出すものだったんだ。そういうことか。よくあるパターンだな。平和な会議の方が稀なんだよ。関わらない方がいいに決まっている。それからどうなった？その時に部員の沢井さんが花子さんに取り憑かれた。それ以来学校に実体化した花子さんが現れるようになったんだ。僕たちもなんとかもう一度封印しようとしたけどダメだった。僕はっていうこかなりとの攻か。撃を受けたけど、他の部員は。遊び半分で手を出すからそんなことになる。ケーケー、まずは花子さんを何とかしなきゃ。分かってるよ。別にこいつらに腹を立ててるわけじゃねえ。花子さんについて他に分かっていることは？花子さんは普段は鏡の中にいるんだ。鏡を調べればいいと思う。花子さんが現れた鏡については物質に記録があるはずだよ。鏡の中にいるの？いや、怖いな。花子さん調査報告、トイレの鏡。夜に教室と3階のトイレを使っていた生徒がいなくなった事件なんだけど、その生徒がトイレに入る前、鏡が変な色をしていたという情報がある。花子さんの仕事なのかもしれない。担当か。花子さん調査報告、消えた教頭。教頭先生がいなくなった話、実は花子さんの仕業じゃないかって言われている。教頭先生、校長先生に内緒で校長室で眠ることがよくあったらしい。その時に花子さんにさらわれたんじゃないかって噂がある。確かに校長室に鏡もある。3階のトイレと校長室か。3階のトイレはこの上だ。ちょっと行ってみるか。いやー、怖えな。あ、びっくりした。恐怖のホルテージが。イライラしてるね。ああ、上がってんだあよ。いつら俺の真似事をしてこんなことを起こした。俺いがや、やっこのてきた鏡話怖えが起な。こったんだ。言った通りだろ。俺とは関わらない方がいいんだ。それが一番安全なんだよ。KK。びっくりすんなー。やばい、ちょっと怖いかも。まあ、頑張りますわ。オービクション。おお、怖い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 。怖い、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 怖い。何？これ。なんだよ、これ。鏡？やばい、めっちゃ怖え。うおー。光ってる。調べよう。あ、よかった。こういう展開はまだいいね。え？何が起こったんだ？鏡の世界入っちゃったの？これ。怖っ。うわ。鏡の世界か。ここに花子さんがいるのかな。花子さんいますか。いるね、花子さん。見たらやばい。やばいやばい。みんな花子さんを見ただけ意識失っちゃっては、まだその辺をずっとうろうろしている。どうしよう、あいつを見ないでここから逃げるしかない。誰かこのメッセージ読んでる人いないの？助けてよ。そういう展開か。
見たら終わりなんだ。あれ？え？毒？毒みたいな感じなの？あの、いつもの、使ってみる？花子さんに。攻撃してみる？まず。花子さーん、うお、怖え。怖っ。ちょっと試しに突っ込んでみたかったです。怖すぎ。あー、そういうことね。さあ、リベンジと行こう。遊びはおしまいだ。鏡の世界か。ここに花子さんがいるのかな。まずいね。あ、大丈夫だ。どうすんねん、これ。やべ。確か音を投げる札があったよな。やべ。これ走ってけばいいやん。言うて。まあ先回りしてんだね。さあ行くぞ。花子さんの世界から脱出しなか。うおー、びっくりした。なん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 。あ、中にいるの？中にいるわ。ダッシュで行くぞ、もう。入り口発見！ステルスじゃないわ。逃げればいい。あれ？普通なら、校長室は職員室から行けるはずだ。うん。校内の張り紙見ちゃダメ。なんで？何見ちゃダメって。職員室から行ける。どこ？うお、急にボール来た。おーわ。誰かいませんか？いませんね、誰も。え？下半身だけで歩いとりや。上半身がない生徒。しら、しら、しら。文字化け。トイレの混雑が発生しています。うん、はいはい。これらのことを怪奇現象などというデタラメな症状の原因不明の出来事はありません。はは、は、怖いな。トイレなんもないよね。お、手で取るやん、手で取るやん。怖え。怪奇現象起きてるわ。心霊写真でよくあるやつだな。
いやー、さっきの撮りたかったな、写真。おびくしょ。自分のステップでビビるっていう。もう手は出てないね。なんでよ。どこ行けばいいんだっけ。ここ何室？美術室。何かが起きるのかな？うわ。ただれた絵。ただれた絵がうまいんだけども。うい。間違えた。間違えた。間違えましたー。ここ。いいね。特に何もないね、美術室。何も怪奇的なことはないね。なんだ。何があるの？こんにちは。入れませんね。PC 室。PC 室もちゃんとあるんだ。あ、いいモニターじゃん。24インチぐらいの。夏の夜のプール事件、KK の報告書、プールに謎の足跡が残る事件について書かれている。ほう。足跡だけ残す幽霊もいたもんね。ちょっと探索がてらね、いろんなとこ見ていくね。もちろんね、サクッといっちゃいたい気もするんだけど、こういう心霊現象があったら面白いよね。なんか喋ってないとマジで怖いんだけど。図書室だな。ああ。今ね、ちょうど深夜の4時に僕やってるんで余計怖いんだよ。キッチンで作れる呪いのアイテム、回転キューブ貸し出し。現代呪術大全、なんだこいつら。実際に、たたりがある世界線の話だもんな。これ。なんだ。なか？校長室どこよ。誰誰誰。ここ何室？保健室。職員室。職員室多分こっち。こっちが正解。あ、保健室の先生消えた。服だけ残して。影だけ見えるぞ。影だけ見れるぞ。でも誰もいないんだよな、これ。近くに行くとガタって音聞こえるもんね。怪奇現象が当たり前のように起きる世界線の話だよね。会議室。ドゥル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 ルルルドゥル。
待機しようってか。BGM ぐらいだね、怪奇現象は。あ、これ。コンペイト、美味しそう。何ここ？何ここ？なんか潜ってこれたじゃん。すげえ、いろんなとこ行けるね。落とし物の音。花尾くんは夜の校内を徘徊する男性の怪異である。夜なのになぜかいつもサングラスをかけているのが特徴。花尾くんは生前の花子さんと恋人同士でいなくなった彼女を探して校内を徘徊するようになったらしい。花子さんの彼氏だからあれなの、花尾なの。うん。ある時怪異となった花子さんと学校で出会ったがショックのあまり絶命してしまった。それ以来花尾さんはサングラスをかけて学校を徘徊する怪異となった。花子さんを見てもショックを受けないようにという怪異を考えました。どうでしょうか。やっぱりもうちょっと、いやそれ作り話かよ。まともに読んだ俺の身にもなれよ。懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。カプセルトイ、渋谷にあるカプセルトイを購入することで様々なフィギュア。あー、こんなとこでガチャガチャがありました。カタリアっていう集団ね。はい、よー、花子さんゲットガチャガチャで花子さんが人加減もいらねえわ。じゃあ行くわ。うお、いやーリアルこの音。なんで深夜になんの。職員室誰かいませんか。ドリンクと何？何もない。おい、なんかいるぞ。誰かいるぞ、あれ。いないよ、旗か。いたー、校長室、光ってる。窓ガラスの損について報告。果実の窓ガラスは損ですが、警察によれば何者かが学校に侵入して行われた可能性があるとのことでした。怪異研究部の部員たち。ああ、体育館で起こった停電とガラスの破損の関係性は少ない。花子さんにやられたか。よし、じゃあ花子さんの世界また飛び込もうか。怖いな。よっしゃ、行くぞ。鏡が光ってる。よし、調べてみようか。調べよう。だな。怖いね。グラがね、リアルだから怖いんだよね、やっぱ。いい。怖っ。怖すぎませんか、ちょっと。まただ。あいつもここにいるはずだ。鏡の世界から脱出しよう。いた。行くぜ花子。うおー、いやー捕まったもうダッシュで行くしかねえわ。よっしゃ、リベンジ。鏡が光ってる。よし、調べてみようか。捕まったら終わりだね。じゃあ行くぞ。
今の緊急回避が出ちゃった。あいつもここにいるはずだ。行くぞ。逃げて。危ない。うお、目がある、怖え。でかい目が見とった。でかい目が見とったって。やばいやばい。どっちどっち、やばいって。いや、行くしかないよね、こっち。はぁ、ちょっと待てってこと。ガンガンやられるんやけど。調べてみようか。花子さん、包丁持参やめて。じゃあ行くぜ。ルートは分かった。俺は命が無限なんじゃ。あいつもここにいるはずだ。それを頼りに行くぞ。目ん玉。ただこの目ん玉見てる、こっちを。やばいやばい。ちょっと一回待とうか、ここで。向こう向いてるけど、どうすんの。いなくなった。そういうことね。よし。いえ、花子さんいすぎ。花子さんいすぎ。あ、そうか。いや、体力も見とかなあかんね。むずいな。何が光ってる。よし、調べてみようか。よし。まともに見るなってことね。行くぞ。まただ。あいつもここにいるはずだ。やばいやばい。見てもダメだし。いるな。まともに見るのがダメだったらどうすればいいんだろう。他のルートはあるのかな。そう、早く行けよ、どっか。やばい、どうする。いや、こっち行くしかないよな。どうすんねん、これ。どうすんの、ここ。あ、下にあった。危ない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 。道があったわ。ちゃんと周りをよく見なかんね。めっちゃいる、下に。いるわ。さあ早く行け。よし。やばい。やばいやばい。ちょっと一回戻ろう。向こう行った時に左に隙間があったで、それで行く。
こっち見るから左に移動したらすぐダッシュ。そうだな。花子さん分身してんじゃん。よっしゃ。大丈夫かな。怖え。脱出ルートが分からんな。どこか道はないか、果たして。見るだけで死ぬ。花子さんが左奥に行った時に分かった。あったあった。あの呪いがあったわ。あれを壊さなあかんね。やばい。ほんと面倒だわあいつ。よっしゃ。あー、行ってよし、これで奥開いた。花子どっか行け。まずい。よっしゃ、来た。あそこに向かう。ああ、なんとか出れた。こんな逃げてばっかでいいのか。一体何がしたいんだ KK とアキトは。おい、廊下に何かいないか。なんかでけえのいるんだけど。え、何あれ。汚ねえな。ついてってみる。足跡かな。さっきの気配の正体はこれか。KK、まださっきのことを考えてる？今はこの状況を何とかすることだけ考えてる。追ってみるか。あいつの親父に助けてやるって約束したからな。そうだな。KK って意外と子供を助けるの好きだよね。好きでやったことなんて一度もねえよ。まあ、でも気持ちだけはわかるからな。KK いいやつだよ。女子トイレ入ってったね。いないじゃん。いないよ。この奥だな。行ってみよう。こっちか。ああ、うお。行き止まりだ。行き止まりだな。教室を通って行こうか。行こうか。
なんか教室でお化け屋敷作った記憶が思い出した。これこんなことあったね。こうやってね迷路作って懐かしいわ。鏡の世界へレッツラゴー。そして毎回トイレをチェックしてく俺。待ってね。便器からの手がないか。一回だけだったね、手があったの。試合行くぞ。花子リベンジだ。ここに逃げ込んだのか。だろうな。俺たちも行くぞ。花家。うわ。鏡の世界。恐ろしいな。おお、お金。お金ください。ん？あ、びっくりした。体育館。俺は何の集会だよ。なんだ。合唱コンクールでもしてたのかお前ら。はい。よし。花子じゃなかったら全然ね余裕ですね。うお。いた。よし。ともかくおとなしくさせるしかない。おとなしくさせよう。取り付いたのを引っぺがすのはそれからだ。だな。アキト、こっちは本職だってことを教えてる。本職なんだぜ。俺がプロだぜ。そう、カウンターも覚えたんだよ。むっちゃいいこれ。で、このステップもね、覚えたからね。たまに暴発してしまうけど。やばい。よし。引っ張りハンティング。はい。あとは君だけだ。降参したまえ。心臓もぎ取ってやるよ。終わったね。いや、まだだ。何かいるぞ。来るか？やばいな。透明のやつがいるな。飛ばしてくるぞ。気をつけろ。逃がすな。どこかいるぞ。いるね。足跡がある。こいつだな。上にもいるのか。おらー、貴様上から飛ばしてきやがれぜ。発見。はい、来た。
うん、なんだなんだこいつか。あ、こっから上登れるんだ。こんな裏側初めて来た。あれ開かない。上まで今度狙えんな。よっしゃ、すげえリアルだね。本当体育館もまたあっちまで登らなかんの。行くよ、オープン。さよなら。今度こそ終わりだな。アキト、あいつを浄化するぞ。だな。浄化して終了だ。羽が見えたわ。花子。あんたは浄化してくれ。顔を見てやるよ。インムスビ。成仏しろ。解放。子供の遊びの後始末にしては骨が折れる仕事だぜ。そうだね。さすがにも花子さんも出てこないよね。そう願いたいよ。お、安全だよね。いいよね。なんかあるな。いやーすごいなー、面白かったわこのサイドミッション。よくできてる。もう怪奇現象は起きないのかな。じゃあ、いや、これで大丈夫かな。大丈夫かな。まあ、言いたいことは山ほどあるが、もういい。助かったんだったら、とっとと親父のところに戻ってやれ。心配させんじゃねえよ。本当にありがとうございます。いや、本当ビビったわ。やっぱり、やめようって言い出せればよかったんですけど。そうすれば、こんなことにはならなかったのに、すいません。いや、こうなったのは、半分は俺のせいだ。最低限の後始末をしただけだ。花子さんも解放してほしかっただけなんです。取り憑かれてそのことが分かりました。だからあの子も助けてくれてありがとう。そうか、それならよかったよ。よっしゃ、クリア。恐るべき子供たち。ケイが家族と離れている理由が分かった気がする。俺も説明する手間が省けた。でも、ケイがいなかったら、彼らも救われなかったよ。ああ、そうだね。ケイが戦ってることは無駄じゃないよ。卵が先か、鶏が先か、みたいな話だな。素直じゃないな。そういう性分なんだ。よし、ってことでね。無事ミッションクリアできたんで、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。また別の動画で会いましょう。お疲れ様でした。